検検証証名人母ちゃんの毎日検証生活この度はですねあのー、カルビー大収穫祭2020じゃがいもお裾分け、えー、に参加いただきいただいた皆様とかいろいろ動画を見てくださっている方も あの参加してると同じことでございますので、えー、皆様本当にお付き合いいただいてどうもありがとうございました、えー、今日ですね一応の10個結局5個って言ってたんですけど特別枠のヒデさんとあと第1抽選で5名の方で第2抽選でま,まだまだじがいもあるわってことで第2抽選で4名の方選ばさせていただいて ちょっと1人ちょっと手違いがいろいろあってそれ今日連絡いただいたのが夕方でちょっともう一回郵便局に行くのがちょっと困難だったので明日発送になるんですけど、えー、10, 10箱じゃがいも60サイズに詰め詰めに詰めて。 えー、お裾分けできました。よかった。えー、結局ですね、カルビーの大収穫祭、えー、まあ、ここで言っちゃったら次、あの、カルビー大収穫祭って、あのー、ね、最後何箱当たったのか発表したいと思ってるんですけど、一応ね、最終締め切りは、えー、4箱。 当たりました。4箱当たりました。これが最終締め切り分ですね。はい。ありがとうございます。本当になんかあの、お裾分けで、あの、旅立っていただいて、もうもうす、すごい、ものすごいなんかの、ラディッシュ坊やのあの、おっきい箱に、2個ちょっと分。あとまだ、キユーピーのジャガイモが1つあったりとかして、もう本当絶対無理とか思ったので、えー、美味しく、 いただいていただけたらと。で、なんかの賞味期限があるというか、目、目がね、出てくる関係上、うち生暖かい家だから、ちょっと茶ゃもの保管したりとか、やっぱ人様に差し上げるものに何かあったらとか、こういう時期だからとかっていうのをすごい、あの、考えてたので、結構ね、こう見えて神経質なので、結構緊張しましたね。新しい箱って、えー じゃがいもとかも手で触らないで、まあ、とか、あとはその目、目が出てたらなんかちょっと悪いなって思ったりとか、まあ、で、最優先の第1の組と、ワンちゃんの第2の人と、で、で、今日送って、明日届くと思うんですけど、その方が不在とかでまた、 タイムラグがちょっとあったらその間にちょっと芽が出ちゃったりとかどうしようかなとかいろいろ思うんですけどでもあの一般常識的に私なんかそんなにあのわーってなってもうもうもう生きる気満々の芽が出ている芽えジャガイモ以外はあの芽を取って食べるっていうのがジャガイモだと思うので、まあ、その辺は。あの お任せいたします。美味しく調理していただいて、もうご報告いただけたらもう一番幸いなんですけど、別にあの温気性がましくとかいろいろ考えてはいませんので、あのー、もう受け取っていただけたらとでちょっとね個人情報を保護するっていうのにすごいなんか神経を使ったがゆえに本当になんか事務的にしかあのご連絡事務的なご連絡しかできなくてなんかた 多分 YouTube で結構知り合いの方なのに <laughs>、事務的に対応したりとか、あと特別枠のヒデさんに至っては、なんかあの、欲しいよからの連絡とかもしなかったりとか、あの、してですね、ちょっといろいろ考えてたこともあったんですけど、なかなか時間とかが難しくて、クリスマスカードで一筆入れたいなとかさ、あとは、あの、 なん,なんかな何かやりたいなとか思ってる間にもう日が日に追われて月曜日発送って言ってたんでそれを厳守できてとりあえずあの9個ほくれてあと明日1個くればこれも終わりだみたいな。で何より嬉しいのがやっぱりもう自分の食品ロスっていうのがやっぱ一番なんかもううんすごくなんか嫌なんですね。だから す、これをですね、あの、食べていただけて、よかったと思います。おそらくね、これ10人に送ってると、多分送料1箱1000円ぐらい、つつ裏裏の方がいらっしゃったので、関西圏の方結構多かったんですけど、関西圏割とワンランク、あの、送料高かったりとか、あと関東とかも、あの、関東とか、 そんな感じかな関東とか。まあ全部、地区言うとまた個人情報がバレちゃうんであれですけど、まあまあ10個送ったら大体まあ1万円ぐらいそれかかると、あの箱も買ってるからね。まあそれで今回の、<laughs> 今回の、大体 YouTube って1ヶ月1万円ぐらいなんですよ。私ぐらいの、あのこのレベルのやつはね。で、それも全部もうみんなに還元とか、うん、で、寄付で還元とか。 あそんな感じですね。まあそう、そういうので楽しくやっていければいいかなと。だからね、ちょっとね、うざいなぁと思っても、ちょっとあの、広告見てる時も、あ、こいつはな何かに役立ててるんだな、ぐらいな、あの気も、気持ちで、あの、別にあの、ヒカキンとかさ、すごいなんかの、それで、なりわいをしてる人がやってるわけじゃないこの YouTube なので、 あいつこれで儲けてどうのこうのとかじゃなくてな,な,なんかこの広告を見たらなんかそのなんか私がなんかやるそのあれにうまく回そうともうちょっとこう。 もうちょっとこう幅が広くなったらもうちょっと幅の広いプロジェクトできるんですけど、まあ、今んところこんな感じですかねまあいろいろ還元できてもう結構嬉しいですえー、ということでえー、話は前置きでこんだけ長く喋るっていうのはもうお前なって話ですけど今回ね結構いろいろあのー、もうカルビのじゃがいもので神経を使ってたのと チビのスケの,のですね「セブンちびのすけチャンネル」っていうチャンネルがあるんですけどそっちで子供が YouTube をやっててすごいなんかあの撮影に付きあったりとかしてたのであの結構当選開封の儀とかなかなかできなかったりとかハガキ紹介とかスーパー自体に行けなかったりとかいろいろうーん自分の時間とかね100%自分の時間じゃないっていうまあでも今日なんかは。 私昨日の夜中の3時に第1弾の人のじゃがいもを詰めてたんですけど今日はちびのすけがもう短縮で早く帰ってきてるんですねまだの冬休みじゃないんですけどであの芋じゃがいもを詰めるのを手伝ってくれたりとか郵便局も長蛇の列でもうあの並んでたんですよ。でその並並んでる並びを あの付き合ってくれたりとか付き合ってくれたりっていうか並んどいて私このあれで伝票貼るからとか伝票貼るからっていうかあのうんそれでですね何かしら何かやっぱり一人でやるよりも、うん、邪魔だなって思う時もあるけどすごいありがたいなって思う時もあってまあそういうのでなんかいろいろ人間って不自由な ことがあったりとか、自分が足りてないところがあるからこそ頑張ろうと思うし、それを、なん,なんかそういう足かせみたいなのがあるからこそなっていう何かがあるんじゃないかなと思っております。え本当に、えー、作って当選品を紹介したいと思いますが、このね、勝ち飯のこれですね、これも本当にあの、うちのちみのすけが、あの、まあ、 アスリートなんですけど、水泳の選手なんですね。で、水泳の選手で、この、キャンペーン、まあ、はがきは、あの、どこかの YouTube で、どこかの YouTube いう私の過去の YouTube で紹介してると思うんですけど、これね、あの、勝ち飯キャンペーンの、あの、ハガキを見たときに、確かね、金の、金の5000円なんですけど、 クオカード、瀬戸ダイヤの金のクオカードは5名とかね、結構枠すごい狭くて、で、2000円かな、1000円かな、あ、500円だったかな。それのクオカードは何十名か、みたいな感じだったんですね。で、これ、本当にね、すごいなんかの、どうするって言って2人で言いながら、あの、選んで瀬戸ダイヤ、金の瀬戸ダイヤだよね、かなと言って、 まあ、セトダイやらかしちゃったんで、アンポッターなんですけど、私たちのあの、夢の金の、瀬戸ダイヤの、えー、クオカードは、なんと <laughs>、卓球の人に変わってしまいましたが、それね、あの、書き留めで、代外品送ります、あなた当たってますっていうお知らせが来てて、あのー、あ、これ今回の直ってる、 お知らせの時にね、500円のこのデザインだったんですよ。でも今回のちゃんとこう5000円って直ってるだけ。検証とか、うん、やってると、なんか、その企業はもういろんな人に対して、こう、だから、あの、事務的にこうなっちゃうんでしょうけれども、やっぱり見てる自分は、なんでここが500円なのとか、その時思ったもん。だから、 あ,あのー、今日、今回本当になんか自分で主催する側の気持ちも味わえてよかったかなと思ってます。なんか、ちょっと、うん、まあ、ありましたが、そんな感じです。この、勝ち飯でコンディション、コンディショニングを整えようキャンペーン、ご当選おめでとうございます。で、あ用意してた商品が、 えー、いろいろあったのでってほらこれ書いてあるでしょここにご当選のご案内と瀬戸大也選手の金色のオリジナル QUO カードの景品変更につきましてご案内させていただきました通り瀬戸大也選手の QUO カード代替品としてって書いてあるでしょだから代替品なんですけど あそれでも生徒在庫がよかったよといながらもう、まあ、声を当たって届きましたもうなんか思い出だよねこういうのもやっぱり本当生徒在庫だったんだようちのちびすけ生徒在庫大好きで、うん、でもあのこういうことがあるとお前もちゃんとしとけよってやらかすなよってそういうあれになりましたまあ,あいつか笑い話になればいいんですけどねうん年内まで 自粛だそうです。え、そして次あ、検証の前に、ガンダムファクトリー横浜っていうのを何も知らないで、あの、なんかね、地味に横浜にガンダムのものがガンダムのものがぼちぼちな発売されてるんです。最初、新横浜の駅でガンダムコッコなるお菓子を、あの、コッコっていうのは多分静岡の メーカーだと思うんですね。でも、透明厚木インターのとこに出たとこに思いっきり看板があるんですよ。コッコって書いてあるん。でも私はあんまり、透明厚木インターで降りるだけだいたいゴルフする時ぐらいな感じなんですけど、それずっと見てたやつが、あの、ガンダム、コッコになってて、何って。でもその前にね、これ、これ、これなんかの、ほら、 アーモンドチョコレートガンダムやってますっていうキャンペーンやってて、でもガンダムね、全然知らないんですよ、私。全然知らないんですね。うん。でも、男性の人とかガンダムめっちゃ好きなんですよ。でもこの、これはそのガンダムファクトリーでいただいたチラシなんですけど、こういうキャンペーンの詳細とか書いてて、こういう男性向けの検証って、 あの、トライする人少ないと思うんですよね。だからあ、当選率高いんじゃないかなって私思ってるんですけど、いや、でも、ガンダム、オーターの人とかは、むちゃくちゃこれやってるかもしれないですね。どうなんでしょうね。えー、12月29日まで、えー、レシート有効期限って書いております。ちょっと私まだ応募してなかったので、ちょ、これ、 応募したいと思います。なんか買ってこよう。えー、っと、このキャンペーン詳細のこう QR コードここにあるんで、どうぞどうぞどうぞ皆さん、あの、こう、これでいいかなそれか、あの、これガンダムのプラモデルが当たるってやつ。あの、むちゃくちゃすごいですよ、これ。多分むちゃくちゃプレミアムつくんじゃないかなと思います。で、ガンダムの、ガンダムファクトリー、横浜に行ってきて、 まあそれメインでアップしてるのはうちのちびのすけの動画に昨日今日とずっとアップしてて今日も今日も行っちゃおうかなと思ったぐらいだったんですけどちょ今日もさすがに部屋をあれしたりとかいろいろ発送したりとかあったのでちょっと思いをぐぐっとあれなんですけどガンダムファクトリーに行くとこれこれこれもらえるんですこれあのこのねなんかプラモデルみたいな ダちびのすけと2人で行ったんでここれもらえるんですよ。うん、ねガンダムってうちもともとバンダイナムコの株主だったりソーツの株主だったりとかしてソーツはねいつもあの株主総会とか行くとガンダムのカレンダーとかでて「別にいらねえのにな」とか思っててでこれね結構ちょ,ちょっと前のバンダイナムコの お土産お。そのまんま、そのまんまかよみたいな。こ,このまんま持ってんのかよみたいな。持ってんだよ、私の場合。こ,これこれかこれば、バンダイナムコのお土産なんですけど、多分ガンダムだったよ、ね、ほらほら、やっぱり、やっぱりガンダムだよ。これ35周年って書いてあって、今40って書いてあって、5年前のお土産。5年前のお土産をそのまましとくのかよみたいな。ん バンダイナムコホールディングス、10回定時株主総会に出席ありがとうございます。ほら、いろいろほら、ナムコって会社と、あの、バンダイっていう会社と、で、一緒になって、バンダイナムコホールディングスとかってなって、10回目の、えー、なんか総会です、みたいな、そんな感じなんですけど、まあ、なんかね、すべてにおいてね、なんか繋がってくるよ。なんかあの、 だから主婦とか消費者とかそういう人があのー、身近な、えー、株その会社の投資をするといいですよっていうのは私はなんだこれ今後のハイジさん知らなかった太鼓で太鼓の達人あーで私ねあのー、音楽関係でドラムなんですよ楽器はバンドバンドやるときはドラムなんですよ すげえね、太鼓の達人ね。い、あの、やれやれ、すごい言われた。あの、ドラ、ドラムやってるから、絶対これ上手いに違いないぐらいのこと言われてたけど、一回もやったことない。あー、なるほど。なるほど。なるほど。えー。なんか非売品の。でもなんかもうね、今年から、そのやっぱり、来場を制限する、 しななきゃいけないけ事態が発生してあのあれよもうなくなりましたよこうあの来ないでください郵送で行使してくださいってそういうことになってこれをそ5年前に頂い,いたこれをこれを頂い,いたんですねこれはこれはあのいいのかどうか分かんないけどそのまんまそのまんま持ってるというまあほんとなんか これなんか家、家がさ、なんか倉庫みたいになってるとダメだね。もうなんとかしないとね、これも。なんとかしないと、なんとかしないとって言って、なんとかできる時間がないねこそのまんまだよ。うん。まだ今回これでガンダムの言いながらガンダムを紹介できて、ガンダムに興味がある人が見てくれたらいいかなと。でもね、私の視聴者ね、ほとんどね、女性なんですよね。うん。残念ですが。で、あとガンダムといえば、こんなものも、あ、これガンダムじゃないのこれ。 グフって書いてある、グフ。あ、これガンダムじゃないんだ。これはですね、私は中日ドラゴンズのシーズンチケット持ってって、あのー、名古屋で年、ね、年、ね、年中というか、あのー、試合を、今年はちょっと、え、あのー、全然行かなかったんですけど、あのー、その、行く、行って、年中野球を見てるときに、ここ、確かもらったんだよ。ああ もらったんです、これ。ガンダムだと思ってらガンダムじゃないんでこれ。グーフって書いてある。あ、これグーフって、あ、これガンダムじゃないんでこれガンダムなんて思った。なんか、これで、ドラゴンズって書いてあるみたいな。も,もちろん、こんなの作れないですよ、私は、これ。作れないから、放置だ。ドラゴンズって書いてあるやつ。これ12球団あったんじゃないかな。なんか、おもちゃ吐くみたいなところで、 ここのところが球団になってるやつ。まあ、ものすごくこういうのって、あの、いろんなところとコラボしたりとか、するんだなーって。で、こういうさ、マークとかにこれ、ソーツとかって書いてあるでしょ。サンライズとか。まあ、こういうのでですね、消費者株主っていうのは、ああ、今これ流行ってる。ああ、ここでこうだ。とか、うん。最近、最近流行ってるの なんかガンダムファクトリー横浜行ったらむちゃくちゃすごかったですよ。これなんかだって明治とコラボしてるわけでしょなんかこういうキャンペーンがあるとかなんかやってるとかっていうのってなんかその宣伝広告とか CM とかにお金を使ってるっていうことはそれは余力があるからできることであってそれはもうブレイクのサインみたいなそういう感じで私はねあの投資に、えー このキャンペーンっていうかな、検証魂を、えー、使ってますね。だから消費者はいいと思いますよ。で、だから日々あのー、ちょっとその投資するお金をこう,うまく貯めて貯めてっていうかまあケチして貯めるわけじゃなくて、なんかうまく節約ですね。節約っていうとまたケチだのなんなの言うやつがいるけど、契約ですね。だからここは使っていいけどここはあれだとか。 やめとこうとか私だってそのあのそう送料を私が全部持って出すっていうのとかってそんなすごい大,大富豪とかではないからで日々な何かをさこ,これをやめとこうかとかこれこうしとこうかとかいろいろ考えながら生きてるわけだからであのそ,のそういうのは。 自分の何とかのちょっとしたことは、その、例えばちょっと自販機があって、あったかい飲み物が飲みたいので、あ、ちょっと我慢しとこうかなとか思ったりとかする気持ちはあって、でも人に何かとか何かの時に何かをするとかそういうことに関してはあんまり、こう、ケチじゃないとか、もうすべてがケチでケチでケチで、一円人のためにお金も使わないっていうのだと、経済は回らないから、運もね、 上がらないと思う。私結構そういうところでなんかあの、プラスマイナス、プラスになってるような気がするな。結構、結構、ば、あの、いろいろ、やってるけど。<laughs> うん。うん。だから、うん、運を、こう、結局、来たもの、来た運を、流す、みたいな。そして、回る、回す、みたいな。そういう思考をね、身につけていただけると、あの、この私が、なんで、 当たってるのか。もうほんとやってることはもう皆さんと同じことですよ。もうただ単に運がいいっていう。その運をつかむために、ちょこちょこやってることをこう、YouTube で言ってるだけですから。これ、これね、あの、フロアから <laughs>、これだよとかって言ってたやつ。中身が気になりますって言われて。うん。あの、YouTube でも紹介したいと思います。これです、これです、これです。かうん。私、確かね、あのー、投票したのは、 着物ですね。着物のやつ。着物のペコちゃんを、あのー、投票しましたけど、このミルキーのやつでしたね。で、なんか光るとこ書いてある。ミルキーも私結構いろいろ、あの、あの、ペコちゃんのやつすごいいろいろ当たってて、なんかその辺にスッと出てくる。ほんと、もと大切にしろよっていう。こう、こんなんとかも当たってんの。こんなんとか。あとなんか、ライトとか、 エコちゃん人形とか、結構いろいろ当たってて、もうこう、これもちょっと箱こんなになっちゃって、多分踏んじゃったんだよね。これもうんとダメだね、これ。むっちゃ価値があるかもしれない。価値があるかもしれないじゃないですか、ってすごい言われるんですけど、あの <laughs>、何個しないと、何とかしないとダメだ。申し訳ない。で、あの、藤山もですね、あのー、 上場企業で株主渋滞とかもありますので、特に12月、またね、株の十12月のね、おすすめの動画も撮らなきゃいけないんですけど、12月は富士山も株の、あの、えー、富士山の権利好きなのでですね、ちょっと意識していただければと。まあ、おすすめかどうかっていうのは、株価見て、あの、またそれ言いますけど、あの、富士山ね、あの、 単元持ってると3000円分かな商品券もらえて、藤屋レストランとかで買えたりとか、あと藤屋のショップがある人はいいと思いますうち割とね、あの、ちょっと行ったところに、世田谷区の方で藤屋レストランがあったりとか、で、なんかレストランで <laughs>、ケーキバイキングとかやったりとか、あの、あとね、まあまあ、ちょ、ちょっと、近所ではないけど、ちょ、ちょっと行けば、 あの、ケーキ屋さんがあったりとか、藤屋のフランチャイズのケーキ屋さんがあったりとか、うん、してるので、その3000円もらったので、あの、藤屋レストランに行ったりとか、あとはそのケーキを買ったりとか、今回のこれも、そ株主優待の件で、あのー、この、キャンペーンに応募して、 不二家に行かなかったことがかんなかったキャンペーンですから不二家の店舗でハガキを見つけてそのハガキで応募して当ててるっていう感じですなのでですねまあそういう感じで、えー、はい応募してるので,でまあどころちょちょ ワンランク上飲んじゃんみたいな、あの、株主優待だけで自慢してさ、誕生日ケーキを富士屋のケーキにしましたよ。ね、誕生日ケーキ富士屋のケーキじゃちょっと寂しいでしょみたいな。でもその富士屋のさ、あれでさ、あの、検証も当たってるっていう、この、このなんか運の良さ。 絶対絶対運いいって、みたいな。自分で自分で言ってどうすんのみたいな。これお揃いですってコメントくださった方もいて、もうすごい嬉しかったです。ありがとうございます。え、そして、あの、今回の、私も、ジャガイモも、あの、もう、いつものおなじみなんで、れまあ、あの、開封はちょっと割愛させていただきますけど、今回の、え、これ、 これですね。これ、嬉しかったです。もう分かりますスジャータって書いてあって、ナルミって書いてあるの。もう皿だからね、そんないらないなと思ったんですけど、うちの父がむっちゃコーンスープが好きで、スジャータのコーンスープすげえ好きみたいで、うん、なんか <laughs>、なんか、うん。 なんか、ちょっと高いんだけど、300円ぐらいするんだけど、1リットルのやつで。で、でも検証があるから、じゃあ買ってあげるよ、なんつって買って、普段は、クノールカップスープのやつみたいなやつとかにして、なんだけど、スジャウトのにして、うん、あの、検証応募したやつが当たりました。よかった、よかった、よかった、よかった。検証から受けたら買ってやるよ <laughs> そんな、そんな親でございますが。スジアータ、おかげさまで40周年。お、ガンダムと同い年ガンダム40、四十四十周年ガンダム40、四十四十周年 ?41? それぐらい。同い年ぐらいですね。あと。スジアータ、おゃおかげさまで40周年。ありがとうございます。お、ありがとうキャンペーンか。 ご当選おめでとうございますナルミペアカップソーーサをお送りしますおーおーありがとう。おぉなんか、ちゃんとしてるよ。ちゃんとした、ちゃんとしたなんか、あれに入ってこれはメインだからね、ちゃんと。いや、ちゃんとなんか、このスジャータの、なんか、 あの一応スジャータアルミのコラボの段ボールの箱に入っててさらにさらにプレゼントっぽいこれに入ってますはいそう食器ってね私結構好きでチビのすけなかった時はあの結構のりたけとかあの なるみも好きだしあとはね地のりとか、まあ、イタリアにいたからっていうのもあるけどあとコペンハーゲンとか好きでしたねコペンハーゲンのアウトレットはアウトレットっていうかなんかあの、うん、安いコペンハーゲンあんまり意味ないんですけど本物のデパートで買うようなあの売ってるようなアウトレットじゃないコペンハーゲン好きでイヤープレートとか集めてたんですけど あの怪獣があのお手当たり次第クラッシュするんで、うん、ああこれ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 すげえもうちょっとこれ細々し何とかする細々し細々した補足でも私基調面にちゃんとちゃんと現現状維持できるようにあのやったよ取ったよでさ はい、はい、ここ、このパッケージとか嬉しいよな、こういうなんか、あの、その、はい、はいってその景品をさ、あの、そのまんま、ナルミのものをそのまんまよりも、このコラボしてる、この、なんかあの、スジャータってあれでしょ、あの、こう、ミルクの、あれコーヒーのミルクのこの形でしょ、あの、上から見た。そういうんです、スジャータ名役って書いてあるわけでしょ。 嬉しいですね。なんか。どうなんだろう。なんだ。ああ。ああ。これついてんだ、これ。もうオンリーワン的な。すじゃーた。笑える。はあ。なるみなんだけど、これ、これなるみって書いてあって、すっげえ良さそうな。結婚式の引き出物っぽい。 感じなのにもかかわらず、スジャータオーラー満載です。いや、これで、これはこう、こっついてるってことはこれ、これで、スジャータを飲めっていう、そんな時代はね、あと10年ぐらい来ねえよ、うち。無理だな、あいつ、じゃあ、うちの、ちびのすけは、<laughs> いつは、いや、これ、これ、こう、こう、こうだよ。これで、おすげえ、慣れみなのに、 スジャータ。<laughs> すごい。ああ、マジ、スジャータって生クリームで言うと、ちょっと、あの、えー、いただいといて申し訳ないんですけど、ちょ、ちょっと、あの、安いんですよ。だから、成果と、成果っていうか、あの、お菓子とか生クリームとか作るときは、やっぱりあの、明治のやつか、あと、高梨の、 えー、生クリームを使うんですけど、スジアタ安い198円ぐらいなの。で、あの、明治のやつはパウジになってて、いつもは高梨の使ってるんですけど、ちょっとこれから意識して、あの、スジアタ、概要させていただきます。これで、あの、コーンスープが飲める、あの、スジアタのスープが飲める日が、あと10年ぐらい経つと、く、うん、ることを信じて、あの、 保管しときます、うん、本当に、あの、ね、5年前のこのまんま、まんま持ってる私ですから、あそこ <laughs> まんま、まんま置いとくんだろうなそれでいいのかっていう感じなんだけど。まあね、うん。ありがとうございました。ありがとうございました。そして開封の木にお付き合いいただき、いや、まだいろいろあるんですけど、もうこれやってるとさ、もう、大変じゃん。うん。 なんか,なんかい、いろいろあるよ。まだ、まだいろいろ。た、タワー化してるよ。あのー、うん。け、結構ね、あの、おせ、お歳暮的なやつ、ハム、ハム着たりとか、あとはなんか菓子着たりとか、まあ、今日もなんか、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  なんかこれ同じじゃねえって、みたいな。重なってるの、な今年流行ってんのかなこの歌詞。これ、なんか、んか別にあのー、なんかね、もう、12月はすごくお菓子が、こう、豊富にしてい,いただけるというか、集まれというか、今年株主総会行ってないのに、この状況って。どうよ、みたいな。うん。まあ。 まあまあ、そんな感じで <laughs>。ありがたき、この、いろいろ。うん。まあでもね、本当になんか今自分が、あの、こう、いろいろ、こんな時代だから余力がない人の方が多分多いと思うんです。余力がない人の方が。で、こう、これただの自慢だと思うんじゃなくて、なんか、 こう、あ、こいつみたいにって、私がすごいとは言わないけれども、割と運はいい方なので、その運が、じゃあどうやって掴んでるかっていうのを、あの、盗す、そのコツを、なんかこう、ね盗,盗み取るっていうのはあれなんですけど、表現がいまいちなんだけど、なんかこう、得るものを、な,なんか有益な、まだちょっと喋ることもそんなに、 慣れてもないし、画像とか絵面とかも、YouTube 自体もまだやってそんなに経ってないから、どうして表現したらいいのかっていうのは模索中なんですけれども、なんかいろいろと、あの、まあね、要は、ちょっとで個性がある人なんです、私自体が。だから、あの、そんな、うーん、なんかいちいちいち,いちなんかねっとりと人と絡まないでも、こう、YouTube でなんとか、 ちょ、ちょっと頭、頭一つ出たっていうのかな <laughs> そんな状況で、こういう、あの、クソ生意気にも広告が、あの、ついたりとかしているでございますが、それは別にもうそれで、なんか、何かにしたいなっていう、まあ、そういう感じなのでですね、お付き合いこれからもいただけたら幸いです。えー、まあ、なるべくちょっと有意義な、うん、なんかが言えたらなと。 まあ喋ってればね、慣れては来ると思うんで、もうちょっと容量よく、こうこれもね、もうちょっと手際よく開封できればいいんだけど、またこれ全部開封してるとちょっとあれなんで、ちょっと今回のメインの、あの、ていこちゃんとか、勝ち飯のやつとか、あの、すじあた、ご紹介させていただきました。もうブログとかね、インスタとかもね、もう全然なんかごてごてで YouTube の方を1日1個、 あげていこうみたいな。一個以上あげられる時もあるんですけど、あの、もう結構一個続けるのも結構大変だったりとかするんで、それを、その、今はこれいっぱいいろいろあるからいいけど、ない時とか結構 <laughs>、どうしようとかって思ったりするんで、頑張りたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。